はい、福岡市で唯一の慢性腰痛専門生体院福岡副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛のストレのヒントアイデアを腰痛で悩んでらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、今日はですね、天気がまあいいのか悪いのかよく分かんなくて、で気温もですね、見た感じ寒そうなんですけど、外出てみると意外とそうでもないような天気です。まあ、結構こう春っぽい感じがするので、個人的には嬉しいんですけど、スノボがですね、できる回数がどうしても減っちゃうっていうのがあるので、まあ、冬は冬らしく寒くあってほしいなと思います。はい、ってことで本題に入っていこうと思うんですけども、まあ、昨日はですね、あぐらをかけない人ですねがあぐらをあぐらをかくときに股関節の内側が痛い人について、それを改善するためのストレッチ方法っていうのをお伝えしました。で、今日はですね、そこのあぐらの動作ですね、それ自体ができない人に向けたストレッチ方法っていうのをお伝えできればと思いますので、私こそその、あぐら全然かけない、もう足が浮いちゃうって方は見ていただければと思います。はい、で、そもそもなぜあなたが、あぐらをかく必要があるのかというとですね、まあ、腰がですね、やっぱり腰痛がある方っていうのは股関節っていうのはものすごく硬いです。はい、で、股関節が硬いと何がいけないのかっていうと、動きですね、全ての動きっていうのはいろんな関節がですね、連動して動いてます。例えばこういったひねる動作ですね、こういったひねる動作っていうのは腰だけじゃ動いてるかっていうとそうではなくて、見てもらったら分かるように、この胸郭だったりとか、あとは見えてないですけど股関節だったり腰だったり膝の部分だったりとか、いろんなところが連動して動いてますので、もしあなたの股関節がですね、硬くなってしまって動かない場合っていうのは、他の部分の関節だったり筋肉がですね、頑張らないとそういった動作ができなくなってきます。で、そうするとですね、ずっとこうやってストレスを与え続けている結果、腰に負担がかかりすぎて、腰が痛くなるってことが出てきますので、ぜひですね、あなたは股関節を柔らかくする必要が、あるっていうわけですね。はい、で、今日はそれをですね、自分でできる方法で、なおかつ重症度が高い方に向けたあぐらをかける方法をお伝えしていきますので、一緒にやっていただければと思います。はい、で、やり方なんですけども、まずちょっとチェックですね。自分がどれくらい今あぐらができるのか、まずチェックしてください。はい、あとはこっちですね、昨日もやったんですけど、こういう風に持ってきてどこまでいけるか。はい、まあ、これがこう、こんな片方だけ浮く人もいれば、これぐらいまでしか曲がりませんよ、あるいはこんな感じになってる人、いろいろいると思うんですけど、自分の状態はまずチェックしてみてください。はい、で、今日もですね、この内側が痛い人ですね、あぐらをかくと内側が痛い人の解決方法をお伝えしていきます。後ろはまた別にありますので、今日はここですね。はい、やっていくんですけども、まずは仰向けに寝ていただきます。仰向けですね。で、寝ていただいたら、あなたが股関節を柔らかくしたい方の足ですね、痛い方の足をこんな感じでまずぐーっと持ってきてください。股関節をぐーっと持ってきます。で、持ってきていただいたら、そのままですね、外に開ける範囲でいいです。自分が無理ない範囲で開けるところですね、開けるところまで開いていただいて、その後元に戻す、曲げて外に開いて元に戻す、曲げて外に開いて、いけるところまで行って元に戻すっていう、こういった運動ですね。これを10回ほどやっていただくっていうような形になります。はい、で、ここでポイントはですね、しっかりとこれを外に開いてあげることですね。これが中途半端でこんな感じでやってても全然意味がないですので、曲げてもらったら、ゆっくり脱力して、ここで一回止めてもらってもいいと思います。で、元に戻すという感じですね。で、もう一個注意点があって、こうやってこう開いた時にですね、こっち左側がこうついてきたりとかする人がいます。こうしてるとこうついてくる人がいるんですけど、ついていかないようにしてください。体はまっすぐですね。体はまっすぐ。こんな感じですね。はい、こんな感じ。反対でやると、こんな感じですね。一番広がるところまで広げて、元に戻す。広げて、元に戻す。という形ですね。はい、これが、あぐらをかいたときに、この内側が痛くなる人。で、なおかつ重症度が高い方ですね、全然足が、股関節が開かない人は、この今日お伝えした方法というのをやってみてください。で、昨日お伝えした方法ですね、普通の、これもあると思うんですけども、これをやった方もですね、これが終わった後にですね、もう一回今の
足を開いて戻すっていうのを、まあ、5回ぐらいしてもらうと、ここがですねいい感じに収まるかなと思いますので、昨日お伝えしたやつができる人も今日お伝えした内容っていうのをやっていただければと思います。はい、そしたらですね今日はこれで終わるんですけども、また明日はですね次はあぐらをかいた時にお尻が痛い方に向けたストレッチ方法をお伝えできればと思いますので、興味がある方はですねおそらくこの辺に私のカーマークあると思いますので、今それを押していただいてまた見てください。あるいはですね慢性腰痛を治すための本こちらありますので、興味がある方はダウンロードしてみてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね動画をご覧いただき本当にありがとうございました。